難しい質問だな。アート。ちょっとわかんないね。余白的な部分ですかね。まあ趣味の一つですね。うん、見るの嫌いじゃないですけど、あまり見に行ったことないですね。テレビで見たりすると楽しくこう皆さん描いてらっしゃいますね。ああいうの見るととても楽しくなるのでね、いいじゃないかなと思います。でも美術館とか行って見るとやっぱり何かを感じる、すごいものだなと思います。何かを感じれるっていうことにその価値がある気がしてて、別にそこから感じたことが何を感じたから間違いっていうのはないと思います。発想も変わってきたりとかっていうのがやっぱり成長として見れるんで、そういうのも第三者から見て取れるのもそのアートっていうか芸術っていうの。私は多分ずっとアートとかそういった活動を通して人とコミュニケーションを取ってきたと思っています。想像を形にするもの。目に見えるとか、音でわかるとか、そういうものを表現したもの。まあ自己表現ですかね。うん、書けないですけど。勉強だったら字は上手に書きなさいとか、計算を間違えるしなさいとか、そういう感じだけど、絵だけはもう司法の気持ちなので。そうだ。ね。自由じゃないかなと思います。私は。アートって何ですか？知らない。どんな絵描くの？夏休みの時にトンボの絵描いてって言われてるんだけど、パパが教えてくれて、最初リアルに描いて、そしてリアルじゃない方がいいよって言われて変な風になってた。なんか何描くの？空。おー、いいね。お絵描き好き？お絵描きよりさ、の具の方が好き。水に入れてから色が変わるのが好き。ああ、ふざけてますね。気がついたらやってる。作ったり描いたりが好きみたいで、人っぽい絵描いてみたり、風景っぽいのを描いてみたり。ゆうちゃん、漫画家になりたい。知ってましたか、その夢。いや、初めましてですね。なんでもいいよね。うん、本人がなりたいと思ってなるんだったら別に。なりたいものになってない。そう、なりたいものになれるのが一番いいやね。いいじゃん、いいじゃん、書いちゃえばいいじゃん。普段からあれやりたい、これやりたいとかって結構あるお子さんなんですか？今日来るはずだったゆかちゃんっていうこのアート教室の人がいるんですけど、一緒にいるようになってから興味がよりそうだね、こう広がったのかなとは。絵を通して気持ちとかを教えてくれたりするんですよ。そういう人なので、それを見てからはこういう風に司法は思ってるけど伝えられないから絵に描いてるんだなっていうのをゆかちゃんを通して結構感じたりするから、絵は自由にやっていいよ、何でもいいよ、汚しても全然いいよっていう感じな気持ちに変わりました。売りは少なかったかもしれないよね。街中そういう風にアートで彩ってたら、ここ何よってあるよね、きっとね。子供が描くからいいのかそれもあるしね。平気で精米所にあんな大きいの書いたことないから建物ね。あそこもともとうちの祖父が建てた精米所なんで、大好きだった祖父が作ったそういう精米所のところに絵を描くのが好きな娘がこう描いたりとかしたら、なんか自分的にも感慨深くなるような感じたりとかして、それをなんか知らない子たちとこう友達になりながらやったらすごくいいなと思う。上手に描けないから描くことが嫌だとかじゃなくて、なんか描くのが楽しいとか作るのが楽しいっていうのを養ってもらえたらいいかなって思います。ちっちゃい時にアナ雪が子供たち好きだったんで、可愛いらしい3頭身ぐらいのぬいぐるみをね買ってあげてたんですけど、この子は面白くて、このぬいぐるみを真緑とかに塗っちゃうんですよ。もう全然キャラ度外視しちゃうね。うちもイラスト係やってる。それでなんかリクエストよろしくみたいな、リクエストで書いてなんか何を書きたいですかみたいな。勉強は好き？嫌い。計算するのめんどくさいんでしょ？うん、絵描くのはめんどくさくないの？うん、なんでこんなに絵描くのが好きになったのか覚えてる？友達がなんか描いててすごくなんか楽しそうだなと思って、それでハマって。できた？できた。そのまま描くべきじゃないですね。ね、そうなんですよ。大人じゃなくて子供になったっていう。いや、なんかわかんない。作品が出来上がって見てもらいたいとかじゃないもんね。きっとね。どんな風にできるか。ああ、イメージをしてんだ。こういう風に描きたいみたいな。すごいね。一流アーティストみたいな感じよ。あ、そういうワークショップがあるのはすごくいいですね。いいですね。なんかこうそういう何かしらの体験ができたりとか、子どもたちが作ったやつが残ってるっていうのは、それに子どもたちが帰ってくるきっかけにもなるのかなと。こういうのが自分で関わったものがあるって大人になったら嬉しいのかなと。あ、全然僕もでもあります。正直なところ、アートとかこう花とか見に行ったり作品見に行ったりして、何がいいのかってわからないっていうところは僕も実はあって、そういうところででもただ思うのが、なんか人の幸せがこう満たされてくると、そういうところが必要なのかなっていう気は。これが生活が辛いと別にアートって気も向けないと思うんですけど、心にゆとりがあったりして、なおかつまあ子供が参加したりすると余計見るようになるかなっていうところありますね。はい、お子さんがその将来アーティストになりたいって言って不安みたいな、こうなんかあります。もちろんものすごい不安ですね。それは正直なところ、さっき言ったように普通でいてほしいがあるので、人並みっていうのがいいと考えてしまうので。ただでもその反面、チャレンジするならチャレンジしてほしい。何でもいいんですけどね、きっかけってやりきってほしいっていうのがあるんですね。遊んでればいいじゃん、キラクヤまで。準備する。いや、いないんじゃない、きっと。これ何、こういうキット。パパが買ってきた。工作は何してんの？何ですか？プラモデル作るの好き。でも高いから買えない。機械とか好き？ちっちゃい部品とか好き。おばあちゃんちにはラジコンとかあるから、そこ分解した。なんなかった？なんなかった。でも最初からあれも古いやつで動かなくなってたからいいって言ってた。何、お母さんかお父さんに教えてもらうの？教えてもらわない。一人で買ってるやつか。できた。将来の夢とかある？金持ち。どんな子だろう。興味が広いかな。あれもやりたい、これもやりたいっていう、こう一個のことに集中っていうよりは、あれもこれもかいつまんでみて楽しかったことをずっと続けるっていう感じですかね。こうした方がいいよってアドバイスを受けてでやると比較的上手だけど、まあ、一人でやるのはあんまりこういい感じにいかない子だなっていうふうに思ってて、まあ、今まであんまり絵を習わせたことっていうのがなかったので、今回一線で活躍していただいてる方が来てくれるので、なんかアドバイスしてもらっていい方に進んだら、また何か興味の幅が広がってってくれたらいいかなっていう感じで勝手に応募しました。楽しみ。楽しみ。何が楽しみ？でっかい落書き。今回の企画いいなと思ってるのは。つくばみらい市の子どもたちを全員対象にしてて、どこかの校区だけではないっていうのがすごくいいと思ってて、やっぱり私新しい地区に住んでるので、新しい町の人たちには新しい町の人たちの感覚があって、でももともと住んでた方にとってみたら大事にしてるところとかあったりしていて。そこをもっとこううまく、まあ、融合させるというか、まあ、お互いに相互理解深めて大事にするっていうところがあったらいいなっていうのをすごい思ってて、でもやっぱなかなか大人は難しいので、子供にそういうことしていただけると結局また子供たちが、まあ、残ってくれる子もいるだろうし、何かあった時にこの町に貢献したいなって愛着持ってくれるんじゃないかなと。あとはやっぱりここにいると当たり前のことが他の地区のこと話してみるとそうじゃなかったりとか、どういうふうに自分の周辺捉えてるかとか話聞けたら、きっと彼の中でも何か新しい発見があるかなっていうふうには思って、いい機会だなっていうふうに思ってます。つくばみらいの問題は一番大きいところで言うと、まだ若い町でこの町ならではの文化とかこの町らしさみたいなところがまだ十分に育ちきってない。そんな中でじゃあ逆にじゃあそれを今から作っていくこともできるんじゃないかっていうのを今回は市役所チームと話をしていて、やっぱなかなかこの町らしさっていうものが育たないと、子どもたちが大きくなったらこの町から出てっちゃうし、移住定住にもつながらないっていうのが大きな課題としてあるので、じゃあこの町らしいものっていうのをこれからみんなで一緒に作っていくっていうのを今回は一番の目標にして取り組んでました。市民の人たちもどんだけ反応してくれるのかなっていうのはすごい思いましたね。蓋を開けてみたら子どもたちね、積極的にしてくれたんで、まあ、今後どう残していくのかっていうのは作ったものもそうですし、フェスティバルもそうだと思うんですけど、何よりなんか子供も大人も関わった人たちが笑顔になればいいなと思います。やっぱり、まあ、希望っていうか要望があったんだろうなっていうのを今すごい感じているので、今のつくばみらい市がより豊かな感じになるためには、今までとは違うもう一つ何か色が必要かなと思っているので、そこにアートっていうのを、まあ、挑戦してみるっていうのはすごいいい取り組みなんじゃないかなっていうふうに思ってます。子供と一緒に作る上でもうめちゃめちゃ楽しいところって言ったらもう楽しいとこばっかりなんですけど、なんか大人だけが作ってったら絶対にたどり着けないようなところに行きつけるところがあるので、子供と作るのはそういうなんか未知数なというか、やっぱ強いエネルギーみたいなものを感じられて、そういうのはすごく楽しいなと思っています。自分で選択していく自由とか、なんかその自分で考える力みたいなのが意外ともしかしたら子どもの方があるのかなとか思ってたりもして、なんかその力を存分に発揮してもらえる場としてワークショップがあるから、すごくなんかその面ではいいなと思ってて。Not really these new discoveries. Every time is different, so I really enjoy the process, and I'm not looking for something new. I'm looking for kids to enjoy really the process and to learn something. As long as they have a good time, and then I surprise them with the results, I'm really happy with this. Ha 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 ha!